あ、なんかこれいいね、これスリーブ。スリーブ、レインボー。違う、手触りが。あ、こっち？あ、なんだこれ、おやつスリーブかなんかだと思う。おやつスリーブ、うん、なんだそれは。ちょっと忘れてたけど、俺も何使ってるの。なんかここ、手触りいいなと思って、うん、マット加工でさ。そうでしょ、グー、ジャッキー、ほい。じゃあ私、線香ね。はい、どうぞ。線香ね、ドローですね。はい、いざとエッチね。はい。いざとエッチじゃなかったのはいいや。エンド。はい。フォーステップ、フローステップ、フィニッシュステップ、メインステップ、バーストセット。はいはい。じゃこれ。はい、どうぞ。ドロー。無理でしょこれは。ドローじゃ勝ち。コアか。コア。コアドロー。リフレッシュした。リフレッシュしたつもり。4、3つか。あ ?1、2、3、4 だ。4つ払って、うん、エグスはドロー。どうぞ。2枚ドロー。トップオープン。えい。スピッチじゃない。えい。えい。じゃあバーストをね。仕掛けとくよ。はい、どうぞ。エンドだよ。お、殴ってこなかったの？バースト。殴ってきゃよかったな。リフレッシュステップメインステップ。じゃあゼロコスト。リューマンクローレベル1でしょうか。赤使うなんて珍しいね。ん、そうか。赤持ってないやつなかったっけ。だって、うん、あんまり持ってないね、確かに。じゃあスピリットソウル効果、はい、赤、自分のアルティメットカードを召喚するときにこのスピリットのシンボルをプラス1します。赤なんだスピリットソウル。いけいけ。2コスト、アルティメットベ、フリードベビーをレベル4で召喚します。ウィー。さてヒューマンクローをレベル2、うん、タップさせて、これでターンエンドどうぞ。はい、どうも。コアステップ、ドローステップ、リフレッシュ的な、したらね、足りないな、足りないな、いろいろ足りないので、足りないので、エンドというよ。はい、コアステップ。ドローステップ。私は手札制限あないんだっけ。ないよ、メインステップ、うん、どうしよう、どうしよう。もうだってアルティメットいるかな、向こうな。じゃあ、2ケーよ。はい、1、2、3、4、5コスト払ってリューマンファンタジスタ、うん、レベル1で消化します。リューマンデッキか。うん、じゃあアタックステップ入ります。うん、アタックステップ、リューマンファンタジスタの効果、スピリット、アタックス、うん、スピリットの効果、うん、アタックステップ開始時、系統イリュージョンを持つスピリットに、うん、トラッシュの顔を好きなだけ乗っけます。うん、バースト言っていいのかな、これまだアタックしてないよ、大丈夫。あ、してないのか。はい、じゃあとりあえずこれで、はい、コアセープ、ドローセープ、どうぞ、リフレッシュしてした的な。はい、どうぞ。ブレイドラ。はい、どうぞ。どうぞ。マジで。じゃあ2にした、2にした、はい、3にした、はい、4にした、はい、エンド。はい、そして殴り勝てねえからな。フローステップ、リフレッシュステップ、メインステップ。どうしようかな、回転数が入ってないか。じゃあ1K。 なんだそりゃ、すごいのできた。1、2、3、4、コスト支払って、アルティメットジークフリード。ジークフリードか。ジークフリードするのか、うん、これはウェハス限定かな。あーかかかかか。でしょうか。はい、じゃあアタックステップ入った時また効果。はい、じゃあ乗っけます。雷鳴ったぞ今。大丈夫かな。まあいいか。じゃあアタックステップ、はいはい、リューマンファンタジスタでアタック。 BP は、こいつの効果で、系統イリュージョンを持つスピリットは自分のアタックステップ中、自分のアルティメットの数かける5000ポイントアップします。2万1000。バスト、ウサシダッシュライガー来た。ウサシダッシュライガーをここからでいいか。はい、スーパーライフできるわ。はい、はいはい、2点ダブルシンプル。わーおー、ターエンド、ビャオ。なんとコアステップ、ドローステップ、リフレッシュステップ的な、そうね、2コス払って、はい、ダブル、ネオダブル、ドロー。はい、どうぞ。2枚ドローよいしょ。ただの2枚ドロー。ファーストセット、はい、うーん、
3軽減3払って、はい、1乗せた効果使ったチークアポロ出した、はい、いや全部1だからな。アルティメットしかいねえな向こうな。おうブロックされて全滅される可能性が高いな。アルティメットとバカぜ。エンドだな。はい、じゃあこのステップ、 BP 越せばいいんだもんね。アルティメット相手もそうだな。メインステップやっと回せるか。じゃあ2軽減、うん、1コスト払ってリブフェニックスレベル1で召喚します。ウィー、こいつは、自分のスピリットカードがフィールド上に2枚以下の場合はレベル3として扱います。はいはい、はい、じゃあ今スピリットは1枚2枚しかいないんで、うん、レベル3として扱います。はい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 、うん、じゃあアタックステップ入った時に、はい、リューマンファンタジスタのここで、はい、ここが1個抜けます。じゃあアタックステップリューマンフェニックスでアタック、アタック事故がワンドローライフで受けよう。はい、お、ライフで受けた、うん、じゃあファンタジスタでアタック、ここも2万1000だね。ライフ、はい、で受けたら死ぬな。ダブルシンブラゼ、じゃあブレイドラでブロックしよう。はい、うん、これ全部殴ってった方がいいんじゃね。殴ってこな。じゃあアルティメットジークフリードでアタック、アルティメットトリガーロックオン、ロックオン、7ガード、うん、これは1シンボルだぜ。これ多分受けたらあれだよな。いや受けない、ここはもうあのガードされてるから出ない。あそこブロックされた時の子はアルティメットトリガーなんだっけ。トリガー、じゃあリザードエッジ、はい、じゃあアルティメットジークフリードベビーでアタック、これ、これはトリガーない、これも1シンボル、1シンボルでは受ける。はい、はい、あーピコン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 、コアステップ、ドローステップ、リフレッシュステップ。なんで俺これ使わなかったんだろう。やばい、アホだな。アホだな俺。そんなに、うん、アホだな。よ、そうね、そしたらしたら、ケルベロードをブレイブ、ブレイブガチョンと、効果は普通だ、効果どうぞ、何個3つ、あ、2つだ、あ、3つだ、完成した。これ5にしときゃいいんじゃないかな。これ5でしょ、レベル3、武蔵出し合いの効果なんだっけ。レベル2以降 だからレベル3以降でアタックしてライフ減らしたらもう1点減らす効果と、うん、スピリット破壊できたら相手のブレイブがネクサス1枚破壊する効果とかなんですよ。なるほど、そしたら、そうね、しょうがないね、ほんとね。どうせ赤だから神速はないだろうから今全部疲労状態で、バイオンバーストがあるから、あれか、兵隊並べとくのも手か、どこの役なんだよって。2にした、2にした、じゃあここでブレイブアタック、はい、アタック時、アタック時5枚落とすよ。落とそう、落とそう、1枚、あ、アシュライガーが3枚、4枚、5枚で、指定アタックは大丈夫。指定アタックはできんの、ヒロ状態もできんのか、あれできないか、特にそれは指定が指定し、そのスピリットにアタック回復状態って書いてあるな。あ、じゃあ回復状態ないから無理か。9000を9000以下1回大破壊できると書いてある。あ、アタック時、マジか、うん、ブレイブアタック時、うん、うん、レベル3の効果だ、うん、今3だから大丈夫、9000いる、いるいる、あ、それ、じゃあ破壊、あー、で、ヒュで回復、ここでエンドって言っていいんじゃないかな。じゃあとりあえずライフで受けるよ。はいはい、ライフ減少5バースト、はいはい、有効表示は、ライフ1点回復の4コスト払ってアタックステップ終了かな。はい、はい